現場では黒焦げになった車や折れた標識など事故の激しさを物語っています。横転し前の部分には道路脇にあったガードパイプが突き刺さった軽乗用車。今日午前2時ごろ、半田市青山4丁目の路上で車が燃えていると近くを通りかかった人から消防に通報がありました。車とガードレールが燃えてて、結構1メートル2メートルぐらいとかも結構火柱じゃないですけど、本当に炎がわーって勢いよく燃え上がってて、こんなに近くでこんなに火が上がってるのを見たっていうのは初めてだったので。激しい火は15分ほどで消し止められましたが、車内で運転手1人が死亡。事故の衝撃で外に投げ出されたとみられる2歳の女の子も搬送先の病院で死亡しました。さらに車にはもう1人4歳の女の子が。子供が多分前後に走ってた車かなんかの人に助けられてたのか保護されてて、大丈夫だよって言われながらタオルみたいなの巻いてるような感じで、まぶちされてたのかな。立ってたから無事だったんだなっていう感じ。2人は半田市内に住む姉妹。助けられた女の子はお母さんがまだ車の中にいると話し、救急車で病院に運ばれましたが軽傷だということです。幼い2人の娘を乗せた母親が事故を起こしてしまったのでしょうか。軽乗用車はかなりのスピードで衝突したとみられ、警察が詳しい状況を調べています。